持っている大人が乗る。
まあ、体はもちろんですけど、はい、マシーンも全て支えてるんですので、タイヤってすごいですよね。本当すごいですよね。しかもこれバックしてるからね。そうですよね。まだ直立だけなの話は、はい、でもタイヤってあのこう今四角で見てますけど、こう斜め、ね、丸くなってるから、それがこうなってるって思うと、そうなっている。ある意味、我々普通に一般道を走るだけで、はい、かなりスリリングなことをしてさあ、設置面が今これだけ本当は小さいんですよ、はい、名刺1枚っていうイメージじゃなくてリアルサイズこれぐらいなんですよ、うんうん、じゃあ設置する相手方がいるよね。路面ですか。そうです。はい、次のスライドお願いします。はい、まあ、簡単にこれで路面の写真です、はい、左側路面ってだいたい遠目から見るとだいたい平らだよね。まあもちろん和立ちであったりうねり、まあ、若干あれにしてもまあ大体平らだよね今の問題だと。だけどクローズアップしてください。こっちクローズアップした写真確かに。
Thank you.
皆さんね、どんどん見てください。で、私は聞いた話ですと、このエンジンは1型から3型のパーツの一番いいのをミキシングして、そして、カムは吉原のカムが入っていて、排気量が1340になっているということのこのマシンでございます。5月の13、14に行われます低速つくばサツキステージで皆さんの前にまた見えてくると思います。どうぞお時間ある方は、この最高鉄草、そして現役加賀加えまして練習サービスの展開になります。こちらね、ありがとうございます。ありがとうございます。こちら誕生である練習使用車両ですね。これメンバーシステムの誰も知っています。ベースコーツクバ、ベースコーツクバで使われていますけども、そのベースコーツクバで申請されましたストリートファイタークラスというクラスに出場しましたレーサー車両になります。スピードファイタークラスはね、かなり幅広いエディケーションをしておりまして、アップハンドイクトスは何でも出ていいよというファイタークラスになっておりますということは、今の現行型とかね、あるいは CB10R とかね、150万くらいあると思うんですけど、ああいった車両が出れるクラスだと思って、そこにこのセットケアがあれば出るっていうのはちょっと不利だろうと言われたんですが、我々の人はちょっと出てきたアーキーブランドで、ね、たくさんパーツをたくさん展開しておりますので、これでようじゃないかと挑戦いたしました。はい、こちらの車両も発見はね、自動車もアーキーのグラデーションという状態で、もちろんライダーも良かったということもありますけども、なんとそので開幕戦スタート初めてそのレースを行われたので優勝させていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。
そんな車両を展示しておりますので、どうぞ近くまで寄っていただいて、さっき走ったままので、驚きかけたタイヤもそのままついてますので、なかなか見る機会ないと思いますので、どうぞ近くで、ご覧になってください。ありがとうございます。レースシーンでの活躍が結構続いてますので、デンサスペーション。ちょっと新しいチャレンジしましてですね、オフロードシーンもハイスペックなね、レース用のモデルを展開しようということになりまして、ついてるんで、例えばなんか、スズキのフルクローターとか、もしくはホンダの80年代にやってた、エアサスとかね、ああいったこう、ちょっと今では主流ではなくなってしまったような、サスペンションユニットを使っている絶版車、まだまだ元気に走ってるとは思いますけども、そういったもので、お困りの方、ぜひ YSS に相談いただけたらと思います。さまざまな車種のラインナップは常にありますけれども、現時点でもまだラインナップされてないものでも、現物を、ね、送っていただければ、それに合わせて我々の方でセットアップして、提供することができますので、ぜひご相談いただければと思います。また今年から、ね、新しくバネの色を選べるようなサービスをスタートしました。
There's a plan for only electric vehicles, all hybrids on the street. ね、入ってないじゃん。どうぞ。どうわかんない。
Redesigned combustion chambers and revised inlet ports matched to new shorter intake trumpets, plus an increase in compression ratio and new pistons, conrods, valves and camshafts, all developed to extract the fully adjustable Olin suspension, clip-on bars and a race-inspired look with new carbon fiber bodywork. And it's exclusively limited to only 765 of each of its two race-inspired liveries worldwide, each individually numbered on the top yoke, so it won't be around for long. Now, Triumph's world-renowned 765cc three-cylinder engine really has proved itself, not only as the perfect power plant for some of the most exciting racing on Earth, but for its outstanding performance and reliability. Thank you.